190をこれから買おうと思う人向けに、20年間ほとんど BYI で乗ってる人からのアドバイス動画です。ポイント1、内装が良いものを選べ。内装部品は供給がなくなってきていて直せない場合があります。あった場合でもびっくりするような値段です。内装をきれいにして乗っているオーナーは運転が丁寧で車全体の傷みも少ないと思います。ポイント2は、クーラーはあまり気にするなです。クーラー故障は避ける最大の理由になりがちです。しかし試乗した時にクーラーが効いていても当てにはならないです。ガス漏れは半年くらい経たないと分かりません。クーラーシステムは費用は多少かかりますがしっかり直せます。クーラー以外は良い車を見送ってしまうようではチャンスは狭まってしまいます。ポイント3は、外装の塗装は気にするなです。ボロボロでもオリジナルペイントの車の方が無事故無損傷の車両の確率が高まります。オールペンしたばかりで綺麗に見えても手抜き塗装であっという間に劣化してしまう車もあります。ポイント4は、リアウィンドウ周りからの水漏れは見逃さないことです。リアウィンドウ周りからの水漏れはトランク側から簡単に調べられます。水漏れしていたら矢印のあたりのボディが錆びてボロボロになります。ここの錆がひどい車は避けた方がいいと思います。ポイント5は、オートマの故障は覚悟の上で買うことです。路上走行試乗できれば程度が分かりますが、点灯停車試乗でのコンディション判断は難しいです。その場合は1ヶ月でも保証がついてる車だと安心です。逆に保証はなくても個人売買の方は走行試乗しやすいというメリットはあります。ポイント6は、低走行車のデメリットも理解して探そうということです。一般的に低走行車の方が程度が良いとされます。しかし1年に最低でも2000キロくらいは走ってきた車の方が燃料系のトラブルが少なく、適度に消耗品が交換されていると思います。過去の記録簿があれば参考になります。2年車検の間に数百キロしか走ってない車は私は避けます。最後のポイント7は、アイドリング回転の不安定に注意です。アイドル不安定の故障診断は絶滅危惧種の K-E ジェトロの専門家でなければ難しい場合があります。アイドリング点検はお店での停車試乗でも可能です。15分くらいエンジンをかけて暖気運転をしてから停車状態で E レンジに入れて3分くらいは見たいです。しかしながらガソリンが高い昨今、なかなか時間をかけてアイドル点検をするのは気が引けるかもしれませんが、ガソリン代を500円払ってでもやる価値はあります。以上となります。190をこれから買おうと思ってる方の参考になれば幸いです。このチャンネルでは190の DIY 修理をたくさん紹介しています。興味がありましたらチャンネル登録よろしくお願いします。